こんばんは。今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他諸々お疲れ様です。こんばんは。あ、早速皆さんキラキラ星やギフトをありがとうございます。やっほー。ということで2点3点して申し訳ないですが、ツイッターとチャットとメールで送った通り、SHEIN公式モデルオーディションに参加させていただくことにしました日本語下手？エントリーさせていただきました。はい、ちょっと2日前の段階では参加しないつもりと言っていたのですが、まあいろいろ考えて、いろいろ考えて出ることにしましたまあなんかそのどうしようかな。どうしよう、なんて言ったらいいかな難しいけど、ちょっとどこまでなんか行ったら行きじゃないかな、行きかなと思いながらちょっと悩んでるんですけどね。ギフト早速ありがとうございます。まずじゃあ応援していただけるよという方に、今回ショールームの仕様が変わったので、まあ、応援の仕方の説明をさせていただきたいと思います。まず今回星投げやカウントコメントによるポイントの加算がなくなりました。なのでいわゆる今まであった捨て星だったりとか星3周とかそういった我々でいっぱい頑張ってきたものはねなくなってしまいました。寂しい、寂しいですね。その代わり、昼夜それぞれ、昼といってもですけど夜中の3時から2時59分、夜の部が夕方3時から夜中2時59分までの昼と夜にそれぞれ、デイリーミッションというものが、追加されるようになりました。そのデイリーミッションをクリアすると、ショーゴールド、無償のショーゴールド、いわゆるみんなが今ギフト投げてくださってると思うんですけど、まあ、それを、もらえるよと、そのなんとか G っていうやつが、70ゴールドずつもらえて1日に140ゴールドもらえます。プラス、キラキラ星というものがありまして、そちらも、昼の部夜の部それぞれもらえる数が決まっております。かつ投げられる数というのも決まっておりまして、その1回、昼の部にもら昼の部に例えばだけど昼の部夜の部どっちもちゃんと回収していたけれど、それをどっちも投げることはできなくて、その夜の部の分もしくは昼の部の分しか投げることができない。なのでツイッターでもお送りしたんだけれども、応援してくださる方はデイリーミッションをまずこなすこと、毎昼毎夜どっちのどの時間帯でも、だから12時間まるっと12時間猶予があって、まあ、そのタイミングで会う時に、集めてもらえたら。そして、キラキラ星に関しても同じく集めてもらえて、で投げ忘れのないように、まあ、今日はもともと5時からの予定だったので、夜の部しか投げられる分ないと思いますが、ぜひよかったら、はい。あとショーゴールドは丸2日間で消えてしまうのでお気をつけください。今回のメインの応援の仕方はそれになります。はい。なので、まあ、コツコツ皆さんで一緒に頑張れたらなと思いますし、ね、ギフトとかもね投げてくださっててもねありがとうございます本当に。はい、っていうのが主な応援の仕方でございます、ね、もし応援したいよという方は、まあ、その2つですね。デイリーミッションを必ず昼と夜それぞれこなす、キラキラ星を投げ忘れないということ。あ、熊タワー
ありがとうございます。あ、そういえばさ、名前呼んでいいかの確認をさ、ずっと前に投げて帰ってきてないな。そう、ルールでね、名前をお呼びできないっていうルールがあったんですけど、そう、果たして。ありがとうございます、熊さんタワー。なんかあんまそれが統一できてないんだよね、3期生とかと多分だけど、なんかあんまりそうちゃんと伝わってないっぽくて、だからちょっとどっちが正しいのか分かんなくてね、まあおいおいちょっと聞きます。早速ね、ハートギフトありがとうございます。で、まあ、今回の8時までの枠は、まあ、作戦会議配信となろうかなと思っておりまして、まあ、ここ2日間で私の気持ちがどう変わったかっていうのも、まあなんかあんまり隠さずにそのまま言った方がまあ皆さん多分下手に取り繕わないで、私の気持ちの移り変わりっていうのをちゃんとちゃんとお伝えした方が皆さんに共感してもらえるかなって、株主総会と一緒かなと思ってるので、ちょっとお話ししていこうかなと思っております。はい、ぜひ初見さんとかもね、キラキラ星余ってたら投げていただけると嬉しいです。ありがとうございます。ギフト、なんかあんまり普段名前見ない方も投げてくださってますね、ありがとうございます。はい、まず何から話そうかな。まあ、ということで改めましてですが、イベントに参加させていただくことになりましたよと。はい、でまあ、ね、2日前の時点では、参加予定はないっていう風に言ってたんですが、まあそっからまずどうして、逆にね、どうしてそのタイミングでやるつもりがなかったかというと、まあ今までたくさんショールームイベントに参加してきてて、ショールームイベントの大変さを重々理解しているし、ファンの方にもたくさん負担をかけさせてしまうので、まあ今回は控えようかなという気持ちでおりました。だから別に出たくないとかじゃなくて、まあ、今回は控えようかなぐらいの気持ちでした。でまずの控えようかなの後押しになったことの一番大きな点として、やっぱりオンラインおしゃべり会、あるいはオフラインおしゃべり会っていうのが今選抜なり序列に直結しているものなので、やっぱ応援してくださる方にとっては、まあ、そっちをちょっとみんなに頑張っていただいて、もっともっと前で活躍できるようにっていう、まあなんか優先順位としてはそちらの方が上なのかなと思っていたので、控えようと思っていたんですよね。だったんですが、だったのですが、今回改めて、まあマネージャーさんとかと話をして、まあいろいろ話を聞いてる中で、まあ、3期生が7人と、あとまあレイナさんが出るっていうのが、まあ、今のところ予定だという話を聞いて、まあそれよりも先にドラさん2期にシーンのイベントどうしますかみたいな話を聞いたんですけど、まあみんな今回出ないよって話で、正規メンバーがレイちゃん1人だったんですよでやっぱりレイちゃん1人はなんかレイナさんがちょっと心細いかなと思ってレイナさんちょっと心細いだろうなと思って、まあそれはいろんな理由があるんですよ。やっぱり後輩にチャンスを譲るとかそういう点ってなると、まあどっかで退いていくタイミングが必要だと思うんですけど、まあ、今回いただいたのはその3期生へ向けてのお仕事としてじゃなくて、 NGT48 全体としてのシーンさんとの公式モデルオーディションというお仕事なので、これはあくまでオーディションでショールームでイベントをするっていうお仕事なんですよ。それをちょっと正規メンバーが全員で放棄するのはあれかなと思って、やっぱり
そこはあのカラーズとかでねイベントでお世話になっているシーンの皆様にね恩を感じておりますし、やっぱり NGT のグループとしていただいたお仕事ですから、まあ、その期待に応えられるようにちょっと頑張りたいなって思ってはいっていう気持ちの変わり方でございます。だかられいちゃんが一人でだと正規メンバーという看板を完全に一人で背負わなきゃいけなくなっちゃうので、やっぱりそれってまあ死ぬほど辛いことなの私は分かるので、それはねれいちゃんに言いました。なんかそうお供しますってうん、はい。なのでまあ、ツイッターで申し上げた通りシーンに恩を感じておりますと、はい、恩を感じておる、おることと、そしてまあ、グループとしてグループ全体としていただいたお仕事に、まあ、精一杯向き合いたいという気持ちと、はい、その2つですね、はい、主な理由としては、まあ、他にもいろいろあります。なんかどうせ毎日配信してるからあのここからは今大きな目うん大きな気持ちを話し終わりました。でで、ここからはあのもっと簡単なもういろんな要素ですけど、どうせ毎日配信してるので、やっぱりどうせ配信するならせっかくだったらもうあのイベントに出てこういろんな方に見つけてもらえるようなきっかけになったら、やっぱこうイベントってだけで見に来てくださる方もいると思うし、まあそもそもそのシーンさんとのイベントでカラーズはすごい大好きなので、あの歌ってね楽しいやつそう大好きなので、まあなんかまたそういう機会につながれるのならやっぱやっといた方がいいなと思って、そうで、まあ実際私アイドルとしていいところっていうのはやっぱり何でもできることだと思ってて、アイドルって、まあ、歌って踊るはもちろんですけど、女優さんだったりモデルさんだったりとか、なんか本当にバラエティだったりいろんなことができるっていうのがアイドルだと思ってるので、まあ、自分がアイドルに向いてるか向いてないか、モデルに向いてるか向いてないかはさておき、アイドルだからこそ挑戦できるショールームイベントでのモデル挑戦っていうのはやはり挑戦して損はないかなと、やっぱりいい思い出になりますしね、うん、みんなとこう一つの目標に向かって頑張れるっていうのはっていうのもあります。あとはね、なんだろうな、あ、そうそうそう、どうせ毎日配信するならイベントっていう、そう見つけてもらうきっかけにもなったらいいと思うし、最近はなんか普通に雑談配信して終わりみたいなことが多かったので、なのでまあなんかここで、まあ、ちょっといろいろ挑戦してなんかね、こうまあ配信を楽しんでみるのもありかなと思ってっていう気持ちでございます。でギフトたくさんありがとうございます。見逃してないかな、ハートとかね、ありがとうありがとう本当にファイト、いいね、ありがとうございます。うん、理由としてはそんなもんかしら。うん、ギフトありがとうございます。15分経過しました。1244日、ありがとうございます。ちょっと水飲んでいいですか。あ、ちょっとルイボスティーなんですけど、ルイボスティー飲ませていただきますで、今週1週間の予定なんですけど、1週間っていうか29日までね、
なんつったらいいかな。まあ期間としては短いし、今までみたいに星投げみたいな感じでスケジュールを細かく刻む必要はなくなって、あのめちゃめちゃ簡単に言ったら昼と夜2回やればいいんですよ。昼と夜あのマジでなんか数分でもいいからやればいいっていうのが本当に分かりやすく言うと結論。ただそれだとやっぱりどうしてもギフト投げてくださる時間が足りないだとか、あと初見さんに見つけてもらう時間が足りないっていう形になるので、やっぱりそれはどうしてももったいないので、まあ、できれば3時間だよね。3時間だよね。待って、いつも通り3時間のつもりで作ったけど3時間で合ってるよね。まあ、あの毎回3時間毎日3時間フルでできたら嬉しいなという気持ちですね。あ、なんかショールームバグっちゃった。あ、ったこれだ。で、私今回ちょっと本当に初めて1日最大3時間以内、OKOK、そうだね、合ってましたね。で、私的に今んとこ平日、完全平日なので、まあ今日は一旦置いておいて、みんなが来れるタイミングにいろいろばらけさせて配信しようかなとは思っております。例えばだから朝、みんなが出勤してるタイミングとか、それか、まあ出勤も電車出勤だなんだってあると思うんですけど、それと昼休憩のタイミングと、まあ夜みんながもう帰ってきてからのタイミングと、もう夜寝る前とかのタイミング、まあみんなが来やすいタイミングで投げられるように、だから全員が全部の配信来なくてもいいように、その選択肢を増やそうかなってなんとなく思ってるんですよね。うん。でやっぱり、夜は多めがいいと思ってて、でかつやっぱまあ、日付変わるまでやった方が本当はいいと思うので、まあちょっと3時間をどう分けるかは置いておいて、朝昼夜だから、朝起きて、朝起きてすぐ投げれるタイミングと昼投げれるタイミングとで2回作るで、夜も2回ぐらい作るつもり。夜って言っても、まあ、夕方過ぎ、まあ、7時ぐらいと、とあと、まあ、7時だと早いな、9時、まあ、9時だよな正直一番人が集まるのって、うん、まあ、9時前後と、あとは、まあ、寝る前24時前で、まあ、やっぱりその初見さんの、まあ、来てくださる、まあ、率を増やすというか、うん、っていう、まあ、それをちょっと3時間で分けるのはそれなりに大変ですけど、今までみたいにあれがないので捨て星みたいなのがねないから、まあまあどうとでもなるやろうと思っております。うん、なのでインスタの方で朝何時配信が見やすいかと、昼何時休憩か、昼朝と昼それぞれ何時配信が見やすいか、夜何時頃見れるか、何時頃から見れるか、まあみんなの都合のいいタイミングを見て、まあちょうど良さそうなタイミングでいろいろやっていこうかなとは思っております、予定としてはね。だけど早速明日は公演があるので、
あと公演があるし、あんまり配信がそんなにできないので夜なので、明日の公演は朝昼公演前、公演後できるかわからないぐらいだと思ってください。明日は多分そんな感じになっちゃう気がしますね。うん、ギフトありがとうございます。お、4位になった、すごい。ちょっとね、5時スタートダッシュ切れなかったのちょっと悔しいなと思うんですけど、うん、ちょっと仕事だったんでね、すいません、お仕事でした。で27日もお仕事があって、まあでも朝昼は多分いける、朝昼で、まあ夕方夜、昼過ぎに仕事があるので、なんか昼12時頃は多分大丈夫で、で仕事終わって帰ってきてから、まあ、夜と夜だから、まあ計4回配信するのがベストかなとは思ってるんだけど、3時間4回って意外と無事んですよね。だから朝そんなに配信しないかなって思ってるね。みんな朝って何時が見やすいんだろうね、8時とか。ギフトありがとうございます、ありがとう。ちょっと今回はドラさん2期から1人なので、ちょっとドラさん2期を代表は別にしなくてもいいと思うんですけど。うん、うん、ありがとうございます、ギフト。いや、私のイメージは朝8時、昼12時、夜、夜9時、あと23時半からとかのつもりだったんだけど、やっぱ8時って遅いよね、分かってたんだよね、8時って遅いよね。でも私8時早いんだよね。だから朝めっちゃもうなんかちょっとおはようございます、おやすみなさいぐらいで、なんかもうなんなら寝ながら配信してやろうかなぐらいには思ってますね。その正直何分配信したって別に必要なくなったんですよ、今回から3時間の中に収めればいいだけなので。そう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 、だからまあみんなのインスタ、みんなにちょっとストーリーで聞こうかなと思ってますね。うん、そう、まあ7時か7時半から8時とかかな、8時がみんな始業時間とかなら、うん、そう、3時前までにみんなが投げられるタイミングがあればいいわけよ。うん、だから朝起きて、だから別に朝苦手な人は昼に投げればいいし、昼休憩、昼休憩がないブラック企業の方は朝投げればいいっていう。だみんなに、そう、みんなで投げやすいタイミングで、うん、ね、ギフトありがとうございます。まあ本当に、とにかく、まあ、ちょっと今日はあんまりできてないけど、まあ5日間いろいろな配信はしたいなとなんとなく思ってて、今日もね一応告知させていただいた、さっき告知させていただいたんだけど、この1時間はまあ、作戦会議配信、こういう話をしてまして、次、9時半エッサコイサレディオ終わりからはカラオケ配信をちょっと久々にやろうと思います。でカラオケ配信は毎日やろうと思ってますね。なんならいっぱい歌いたいなと思ってたので、最近ねちょっと歌いそびれちゃってさ。で23時から
は23時からは、あ、そう、雑談と、あとねちょっと告知がありまして、そこそこ嬉しい告知がありまして、まだ多分出てないと思うんだよな。別にそんなめちゃめちゃもう特大ニュースとかじゃないんですけど、まあ、普通にちょっと嬉しい告知があるので多分出てない気がするんだけど、どうかな、出てたら申し訳ない。ギフトありがとうございます。ハートありがとうね。うん、なんだっけ何の話してたっけ、あ、ごめん忘れちゃった。ギフトありがとうございます、忘れちゃいました。何でしたっけ、何の話してたっけ、覚えてないや、ね、覚えてないわ、ごめん覚えてないわなんだっけ、あ、そうそう、そう、告知告知、あ、そうそうそう、告知がありまして、なので夜はそれをまあ23時から配信始めるつもりなので、23時15分くらいからかな、ちょっと告知させていただこうかなって思ってますまあね、キラキラ星をねどれだけ投げるか選手権だったら、本当に誰でもが投げられるように、あれよ、その1時間ごとにさ、またさ5分とかでさね、皆さんがじゃあ来れるタイミングで5分間お願いしますってやれるんだけど、それってまあ楽しくないんですよ、見てて多分ね、時報みたいなもんですよ。あのさ、コンビニ行くとさ、いつもさ、この何時00分から、誰々のコメントが流れますってあるじゃないですか。でその何時00分って毎回あるじゃんね、1時から2時から3時00分4時00分って。でそれでみんな別にわざわざじゃあ、あ、1時だ行こう、2時だ行こうって毎回行くわけじゃなくて、その1日の中でわ3時行けるやんっつって3時行って聞いて、あ、聞けたってなるわけじゃないですか。なので最高効率で言えば、別にそれでみんなが来れるタイミングに来てくださいの方が、本当はキラキラ星の集め方だけで言ったらいいんですけど、でもやっぱそれだと、多分それだと普通に数字としてもかなわないと思うし、何よりその私が今回配信をねやる理由の一つにもなった、その楽しい配信を届けたいというのにはあまりにも程遠いのでやらないです、はい、申し訳ないが、やらないし、あと疲れる毎、うん、あ、そう、でもそう、星集めのために配信が見れないがなくなるね、うん、あちょっと今日喋りすぎてさ喉痛いありがとうね。まあ確かにね、長時間配信も集まるっちゃ集まるんだけど、まあどうしようかな、どっちがいいんだろうなって感じですね、悩んでますね、どっちがいいかな。まあまあまあ、でも、まあ、1時間が3回でもいいと思うし、逆に言うとあんまり長時間配信しても意味なさそうな朝昼は短めで、夜は長めにしようかなとか思ってますね。とか例えば朝30分昼30分、夜1時間1時間とか、うん、23時からはやっぱやった方がいい気がするんだよね。結局イベントってあと何位まであと何ポイントっていうのが、まあ、今も出てると思うんですけど出るんですよ。それが出るってことはやっぱりゴールが見えてるので、なんていうの、まあ、投げ切りになっちゃうわけですよ。だから
やっぱり配信していない時、例えば上にいる子が配信していない時に差を縮めるっていうのがイベントにおいて、まあ、心理的に大事なんですね。まあ別に無理してほしくないのでそれをしろって言ってるわけじゃなくて、でなってくると、まあ、3期生高校生メンバーが多いので、高校生が配信できない10時以降にやっとくっていうのが、まあ大人の特権ではあるっていうねまあ別にここ卒業してるメンバーも立候補してるので、あ、3位になった、ありがとうございます。トップ3達成、やった、ありがとうございます。そう、大人の特権ではあるので、うん、まあ無理せず無理せず、うんうんうん、うん、まあまあそれを生かさない手はないかなって思ってるから、やっぱり23時から1時間とは言わず23時半からとかでもいいけど、24時まで配信はやっぱりやった方がいいと思う。これはなんでかっていうと、ちゃんとね、実体験がありまして、私ショールームイベントまあ死ぬほど出てきてるんですよ、意外とね。まあ、死んではないけど、まあ結構な数出てきてて、ドラフト終わって2期生オーディション皆さん覚えてますかね。まあちょっと当時応援してくださってた方もねいたりいなかったりすると思うんですが、私当時15歳でございまして、はい、当時15歳の私、高校1年生でございます。高校1年生は10時までしか配信できないんですよ。うん、確かそうなんですよ。で、当時1位2位を争ってたのが、何を隠そう、マシモカホさんなんです。で、カホはフルで配信ができなかったんですね、当時もう働いてたから、社会人として。なので三村ひなさんはフルに時間を活用して、3時間じゃないわ、もうその時3時間配信なかったからもっといっぱいやってた。だからもう意味わかんないぐらい時間、意味わかんないくらいの長時間をまあ楽しく配信してたんですよ。でそれで私当時高校1年生だったから、高校1年生の4月だよね、だから多分10時までできてたんです。で10時でそれまでみんなギフト投げてくれんじゃんそれでその後カホが仕事終わってマジでドタバタで帰宅して配信つけるのがちょうど日野の配信が終わる数分前とかなの、5分前とか10分前とかで、そっから急にガガガって1位と2位、それまで1位なんですよ。でそっからガガガって2位との距離が縮まって、大抵日野が配信終えて日付超える頃には越されてんの。それを毎日繰り返したんですよ。大変でしょイベントって。うん、あ、そう、いや別にフォローしてたしてないとかじゃなくて、この動くんですよ、この今何位、あと1位だったら2位まで何ポイントとか、2位だったら1位まで何ポイントとか出るんですよ。でファンの方もそれ見えるから、やっぱゴールが見えちゃうわけですよ。だからしかも配信時間が被ってないから、本当にこのその数時間の差で、ひのちゃんが終わったらカホが上がって、カホちゃんが配信してない昼の時間にひのちゃんが上がってを毎回繰り返してて、でも最終日は2人とももう最後までやったので、まあ最終的に僅差で勝ったんですけど、ありがたいことにね、応援していただいて皆様のおかげで。まあそのショールームイベントって直接的に合否に関係するわけではなくて、1位取っても落とされる可能性も全然あるので、まあ今回のこういうイベントみたいに直接的な得点があるわけじゃないんですけどね、でもやっぱ応援してくださったおかげで1位になれて、それで NGT に入れたと私は思っているので、うん、まあだから追いかける側が強い、っていうわけじゃないけど、まあなんかその上が止まってる間に追いかけるのがやっぱ一番強いっていうのは知ってるので、やっぱりまあ逆もしかりですよね。うん、こっちが止まってたら追い抜かされちゃうので、
やっぱりまあ定期的に配信するのは正解かなとも思うし、無駄のない配信はしたいななんて思ってますね。うん、気持ち的にはそう。ね、キラキラ星もね、今投げてくださってありがとうございます。ちなみにあと23分です、この枠は。さて、で何をしようとしたんだっけ。あ、まあその強さを知ってるので、まあそこはね、23時代の配信はベストなのかなって思ったりしてますね。明日ちょっとそれをやるかは、ちょっと明日は無理かもしれないんだけど、まあするかも、わかんないな。うん、あと9月28、29はね、一応仕事ない予定なので今んとこ、だからまあ好きにやろうかなと思ってて、キラキラはね昼夜100個ずつです。だから合計200個、昼100個、夜100個、そうしか投げられないので、でも他のとこに投げたらあのその分ポイント増えちゃうから本末転倒なんでね。なんか他に二押しがいるからって投げたらまたそれはそれで差が開いちゃうからやめてくれメンス。ね、ギフトありがとうございます。うん、まあ別に応援の仕方は自由なのでこうしてくれとは言わないんですけど、で明日はてか、まあインスタで聞こう、この配信が終わったら。キラキラ星投げてね、キラキラ星くださいってテロップに書いとくか一応。でやっぱね、何でしたっけ。あ、そう、歌枠、カラオケ配信はギフト投げやすいっていう声が多いんですよ。いろんなね、いろんなタイプの歌枠特化のギフトがたくさんあるので、まあなんかまあ気持ち的に投げやすい、盛り上げてる感もあって投げやすいっていうのも話をいただいてるので、そうだね、まあなので毎日やりたいなと思ってます。うん、そうそうそう、まあでもみんな破産しないように本当マジで、まあさっきもちらっと言いましたけれども、まあ、このショールームイベントで無理して、おしゃべり会来れないっていうのもまたそれはそれで結局なんか悔しい結果になっちゃうので、まあちょっとそこはみんなの気持ちと心とお財布の余裕を見てください。気持ちに余裕があったらです。うん、そうそうそう、そう、うん、そう、ご利用は計画的に。うん、あと福アカはダメやよとかね。うん、そういえばなんかその辺はどうなんだろうか、大丈夫かな。うん、仕様が変わっちゃったからあれなんですけど、まあ基本的に福アカはやっぱり後で減算されちゃうのでやめていただきたいのと、あとは前にも前のタイミングでも話したけど、わざわざ他のメンバーに誰を応援してるだとかを聞かないでね、みんなそれぞれショールームイベントの大変さをみんな分かっているので、あまりその無理に、まあ本人がね
勝手に言ってる場合だったら全然それはいいんですけど、無理に、まあ、誰々のことを応援、誰のことを応援してるとかそういうことはわざわざ聞かないでほしい、聞かないであげてほしいな、ね、あの NGT48 として全体のイベントを盛り上げることが目標ではあるので、うん、とあとは、他のメンバーも、あくまでみんな頑張っているので、他のメンバーを下げるようなこと、他のメンバーの下げ発言ってインターネットでは言うんですけど、まあ、そういうようなことはやめてくださいと、うん、はい、うん、あー SM 認証、 S 認証はね絶対だと思うな。なので、SMS 認証はお済みでしょうかね。うん、ギフト10連がポイント 1.2 倍のルールはね生きてるよ多分。あてかね、うん、その辺もねちゃんとこの前出てたな。 1.2 倍じゃなかった気がする。確認させていただきます。イベントじゃないわ、お知らせ。うーん、いやちょっと書かれてないな。でも絶対どっかに書いてあったな。わかんないな。うわどれだっけ、この前でも見たんだよな、これか。サポートショールーム、あこれだわ、絶対これだ。あまとめてギフティング、あ500ゴールド以上のギフトはまとめてギフティング関係なく一律 1.2倍、500ゴールド未満のギフトは既存のまとめてギフティングの使用が適用されます。なので例えばハートとかを投げてくださってる方はまとめてペペペペペペってやってもらった方が効率が良いけれど、500ゴールド以上の場合は関係なくなるのかな多分。うん多分そうです。まあでもどっちにしろなるべく10連のね癖はつけていただいた方が後であもったいないってことにはならないと思うので、うん、夜ピコお願いします。ハートありがとうね。早速次の配信が私固定コメントしてるよね。固定コメント見えてますか？固定されてるってかどうなんだろう。果たして固定されてるのかな、流れてるかな、見れる。そう、そちらでね投稿させていただいてる通り、次が次が9時半からカラオケ配信予定ですね。何歌ってほしい、なんか毎回やってた卒業公演カラオケうんちゃらかんちゃらを最近全然やってなかったので、ちょっと一発目はリカさんの卒業コンサートとかで歌った曲をやるのもありかなって思って。ただ歌えない曲もありそう、なんかひらめろ、自分たちの歌割りしか歌えないとこ多そうだなって思いながらやるのありだなって思ってますね今のとこね。うん、楽しみ。いやなんかね、そうなんかね、普通にねカラオケ大好きなのにね、なんか最近ショールームで全然歌ってなかったんですよね。本当に別に深い理由とか何もなくて、話すのがまあ意外と好きっていう、うん、あの別やりたいね。
まあちょっとじゃあ今日の夜はまあそういう感じにしようかな。うん、歌えない曲もあるかもしれない。まあでもね、せっかくなら他のグループのファンの方とかにもお越しいただけたら嬉しいので、まあなんかその辺ちょっと巻き込んでこう気になっていただけるようにできたらいいなって思いつつ、それができる日はあるのかっていうね。3時間しかないからね、意外と3時間って意外と短いのよ。映画1本しか見れないのよ、2時間の、まあ、1時間30分の映画だったら2本見れるけど、当たり前のこと言ってんじゃん当たり前うん、ね、そう、先日 STU さんが新潟に来てくださってて、まあね、ちょっとそれきっかけで NGT 気になってる人もいるかもしれない。でもな、逆もしかり、なんか新潟 NGT のさことが好きだった人がさ STU に流れてるのも知ってるんだよねなんか私がさ流してんだよね多分歌唱力でさ、やっぱね STU さん魅力的な方多くて、まあ、ゆらちゃんしかり、そうそうめっちゃ流してるんだよね多分。なんか、うん、そうハワイで一緒になってたりして、であとまあ矢野さんと一緒に歌ったりとかもしてたじゃないですか。あと峰吉さんとで愛子じちゃんとみちさんとなんかさやばいよねあこっちへどうぞーっつって、そういや、そうおきちゃんとかさ、マイキューとかさ、そうドラさんの絡みもあるからさ、マジでそうで、逆もそうだから、 STU のファンの方も NGT 好きになってもらいたいよねみたいな。でもちょっと黒髪じゃないからな、うん、やばい、やばい、海流になってる私が日本海から瀬戸内の海流になってる、やばい、ちょっと逆もね。いやでもメヒノも好きだもん。え、そうワタピアもそうだからね。ワタピアもさ、もともとさ NGT48 として一人さやってたわけですけど今棒がさ、やってるのは STU の二人が主演やってるんで、ダブル主演なんで、そう棒も STU 流れちゃった冗談ですやばい、海流が発生している。私も波乗り。まあでも別に私だけじゃなくて、普通にハワイとかでねあれだったので、あでも逆もね、いやごめん嘘だわ、嘘ではないけど、この前のおしゃべり会で、もともと STU を応援しててって人はねいたわ、いっぱいいっぱいってほどではないけど、一人二人とかじゃなくていました。てかまあこの前に限らず、おしゃべり会とかオンラインとかでも、もともと瀬戸内オタなんですけどって人がいたので、やっぱ歌唱力って侮れないですね。 HKT のオタクやってたんですけどって人もいたし、まあ AKB もしかりだし、うん、やっぱねいるわ、いたわ全然そう逆流もあったわ、うん、だからじゃあ仲良く手をつないでいこう。うん、ギフトありがとうございます。
キラキラ星もありがとう。あと9分ですね。まあ雑談を今日夜やる予定なので、あんまりなんかここでね雑談しすぎてもあれなんですけどでも3時間ってね、さっきね短いって言ったけどね、長いっす。別に長いっす。3時間まるっと話せって言われたらそこそこむずいよね。うん、お酒飲みながら誰か相槌を打ってくれる人がいたら、まあ、死ぬほど早いだろうけどさあっつってそんな酔わないけどね。明日のスケジュールもまあ23時の台で考えるか。あとそうだな、プロセカをねストーリーが見れてなくてプロセカのストーリー見たでみたいなところはあるんだけど、それはさすがに何もわからないのでちょっとまあ無理かなと配信上でやるのはまあ無理かなと思ってますね。ギフトありがとう。晩配信？晩になるよそれ。R が N になるよ。お酒飲みながらやったら。何がいいかな。でもまだね今日配信してない子いっぱいいるんで、まあ、こっからまたダダダダダって抜かされるだろうとなんとなく思っているから、うん。まあちょっとなんかまあまあ見ながら見ながらというか、まあ様子見ながらではありますな。お米か、ありがとうございます。にかハートありがとうございます。俺のあとこれ俺のいっぱいあった、いっぱいあったけどペンがない。ホワイトボード、これさ書けるにはさどうしたらいいの。書けもうこうやって持っとくしかないんだよね今んとこ。これってさ何つけたらいいんだろうね。貼るしかないんだよね。まあ、今日はもうねキラキラ星も投げ切ってゴールドも投げ切った人多いと思うので、あとはもうちょっと配信を楽しんでいただくっていう形になるんですけど、別に楽しんでください私前どうやってかけてたんだっけ、覚えてないぜ。覚えてないよ、どうやってかけてたんだろう。画鋲とか。でもさ家だよ。明日の劇場公開統一券販売、え本当に見てみよう。本当だ、待たせたな。前リングライトにかけてたよ。なるほど。頭よ私。
わず三村さん親戚らしいね。親戚じゃないですあ、フォローありがとう、嬉しい。うん、なんかギフト、これシャレオツなギフトありがとうございます。カラー客で投げに来ます。ありがとう、ギフトありがとうございます。そうか、そういうことね。ちょっと次は枠時間あるので、まあ、てかそれはエッサコイサを避けてるからなんですけど、エッサね、聞いてくださいね、ぜひ。毎週月曜9時から FM 新潟で配信してます。ラジコで聞けます、エリアフリーで、はい、新潟の方は普通に聞けます。ギフトありがとうございます。何でしたっけ何でしたっけキラキラ星はどうやって集めるのですか。デイリーミッションっていうものがあるらしいのあるらしくて、それを、まあ、それに書いてあるものを達成させると、多分なんか何分見るとかコメントするとかだと思うんですけど、それを達成するといただけるそうです。なのでよかったら、それ1日にね500個集められるんだけど、500個かな、でもそのルームに投げれるの100個だけなので、よろしくお願いします。まあやっぱ今回の参加者の中でやっぱ毎日配信を1244日やってるっていうのはやっぱすごいと思うんですよ。そこを生かしていきたいよね。あ、ギフトありがとうございます。30秒ぐらい見ると500個もらえます。だそうです、だそうです。なんか喉がずっとキラキラするんだけど、ずっと喉がキラキラします。ということでよろぴくお願いします。まあちょっと皆さんに負担をかけさせてしまう部分もあるかもしれませんが、あの楽しんで、本当に楽しんで、まあ、5日間走り切れたらなと思ってますし、まあ、みんなを楽しませたいっていう気持ちが一番強いので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。それでは今回の配信の壇上を読んでいきます。13位しんごさん、12位パックさん、11位むっちゃんさん、10位すずひとさん、9位はるまきちゃんさん、8位たかおいちゃんさん、7位まるちゃんさん、6位かつさん、5位たもりさん、4位くじちーさん、3位ひよりげたさん、2位しんいちさん、1位とうごさん、ありがとうございます。くまさんタワーもとうごさんありがとう。はい、ということで、よろしくお願いします。あと34321でございます。次は9時半から歌枠でございます。よかったらね、まあ盛り上げてくださったら嬉しいです。それでは またバイバーイちょっと黙っちゃった